おってさたするのコーナー。このコーナーでは皆様からいただいたコメントに感想を言ったり、お返事をしたりというね、そういうコーナーでございます。いつもたくさんのコメントありがとうございます。ありがとうございます。ますじゃあ今日のね、おってさたするは、ちむかいとうん、さんっていうのかなえー、と オープニングの江戸の街並みと富士山の絵は、幕末に描かれた江戸名所図絵、もしくは歌川広重の名所、江戸百景の中の駿河町の絵が元だと思います。手前の両替の商家は屋号が消されていましたが、三井五福店で現在も同じ場所にあります。今の三越ね。富士山はさすがに見えなくなりましたが、今後登場のキャストの中には稲忠春の名がありましたので、珍しく江戸の都市開発が描かれるのではないかと大いに期待しています。ということでね<ー>、ありがとうございました。 そうなんですよね。あの、すごく、あの、浮世絵の似てるなっていうのはね、思ったのでね。うん、こういう感じでね、あの、補足でコメントいただけると非常にありがたいです。渋川伊藤さん、ありがとうございます。ありがとうございます。 そうで、ち、ぶかさんも言ってたんだけど、あの、稲田春が出てくる大河って、おそらく初だと思うんですよ。で、この人は、あの、江戸の街づくりにはものすごく重要な人で、おそらくこの人いなかったら、江戸があそこまでの大都市として発展することはなかったんじゃないかっていう、あの、利根川のね、その流れを変えるっていう大工事をやった人なんで、なので、ね、そこのところを描くっていうのはおそらくタイ河初だと思うので、ちょっと注目はね、してたんで、ちぶか伊藤さんの言うね、まあ、 あのこの見どころ期待っていうのもね私もしてるので皆様もぜひご注目いただけたらと思いますまあこの残りに回数少ないでどのくらいね尺が出てるのかわかんないですけど <laughs> でもやっぱりね大河でおそらく初登場になると思うのでぜひ、えー、注目していただきたいポイントではあります。 で、次が、えっ、ー、と、うん、岡村正子さんね。時代劇の中でよく、ヒューガの神、微、え、中、ー、の神のように、丸々神と感職名をつけて呼ばれるのですが、実際に治めてたり、住んでる国とは関係なく、その名前が使われているのはなぜですか実際にその国を支配している殿様、支配人につけてもらわないとややこしいですっていうね。<laughs> まこれは、あの、<laughs> あの、多分クーサモラットちゃんも同じ思いだと思うんですよね。何 <laughs> の,、ね、の関係もないのになんか、なぜっていうね、ややこしいじゃないかっていうね。まあ、もともとはそんなことなかったんですよ。もともとは、この何とかの紙っていうのは国史のことで、律令制度の中で、ちゃんとね、朝廷がこう派遣して、まあ、その、 ね、さぬきならさぬきの国の地方のトップっていうことで、まあ、あの、平安中期の図領階級なんかがよくやってるんだけど、この頃ぐらいまではちゃんと、その、そこの国に行って、そこの地方のトップですよっていうのを何とかの神って言ったんだけど、ただね、鎌倉時代に、そのいろんなところにね、守護っていうのを置かれて、で、この室町時代になってくるともう、その守護の方の権限の方が強くなって、国な何とかの神っていうのがあんまりね、力なくなってくるんですよ。で、守護の方がどんどん権力が上になっていて、まあ だからね、守、ま、護、あ、大名なんていう風に呼ばれるようになったのはそのせいなんですけど、戦国時代になるともうその何とかの神っていうのがさ、ほぼ、ほぼまあ有名無実っていう感じで何の権力もなくなったので、でも、 朝廷からの、いわゆる国史だから、権威はあるわけなんですよ。あの、いわゆる、まあ、なんとかの神以外にも、なんとかの助、なんとかの嬢、なんとかの左官って言って、4段階あって、まあ、あその一番上がなんとかの神っていうものなんで、まあ、皆さん、そのトップの偉い名前、その、いわゆる肩書きに欲しいっていうことで、まあ、勝手に付き始めるわけなんですよね。で、実はね、あの、 国自体にも、その上国、中国、下国とかって、こう、ランクがあって、東急があって、で、カズサの国、カズサの国って、日立の国、神助の国っていうのは、もう、神能が、この神、何とかの神を務める、カズサの神、日立の神、神助の神っていうのは、もう神、神能 じゃないと、なれない。ね、いう、そういう、まあ、特別の国だったんですけど、だから、ほら、あの、鎌倉殿の13人の時に、カズサスケの広常っていうのは、カズサ神広常じゃなくて、カズサスケって言ってるじゃないですか。おうおうあの、実質的にはトップなんだよ。だけど、その、神っていうのは神王が名乗るもんだから、自分はその下の、あの、ナンバーツのね、スケでいいって言って、カズサスケっていうふうに名乗ってるのに、でも、あの、戦国になると、織田信長さんがさ、一時期、カズサ神って名乗るんですよ。<laughs> で、それで、これは、まあ、 まあもちろん事象なんですよね。勝手に名乗ってるんだけど。で、勝手に名乗ってるにしても、いやいや、カズサは神ダメでしょうって言われて、し,かしばらくすると、あ、そうなんだって言って、カズサの付けに変えたっていうぐらい、まあまあ、なんていうか、そのぐらい、まあまあ、なんかこうな、名前つけたいよね、かっこいいよねってつけてるから、そういういい加減なことも起こるようには戦国時代にはなってくるんですよね。<laughs> で、おまけに、江戸時代になってくると、まあ、将軍にね、まあ、任命権があるんで、なんかこう、あ新たな役職に就くと、その将軍に、私、なんとかの神になりたいですって言って、こう、希望の、その申し込みの用紙出すんですよ。で、そうすると、将軍が、あの、偉いさんとか、あの、大老とかそんなの、同じやつ、名前のやつおらへんよね。あじゃあいいよケーって、そういう感じでね、なんとかの神ってなるから、ますますもって、本当にもう、名前だけ、みたいになってくるんですよね。まあ <laughs> まあ、まあ、もちろんね、なんか、先祖の地だとかね、自分のそのね、なんか、ご先祖で活躍した、 があるとこまあそういう由来言う人もいるし、まあ、全然関係なく自分の好きな人がそれ名乗ってたから自分も欲しいみたいなのもあるしというね感じにはなっていくので岡村雅子さんすいませんややこしいんですけれどもそういう感じなので <laughs> あの本人が好きでつけてるってことなのでねご了承くださいということでございます。あれかな昭和のおっちゃんが スナックに行ったら、全員社長さんになるのと同じようなもん、ね。<laughs> まあまあ、それに近い、<laughs> あの、その、その、その場では、俺、あの、部長なんだぜ、とかって、まあ、でも嘘じゃないんだけど、あ、戦国時代は嘘よ。戦国時代はもう勝手に名乗ってるなだけなんで、自分が、まあ、好きなように。まあ、例えば、俺社長なんだぜ、って言って、社員一人もいない、自営業だったりしてもいいわけじゃないですか。まあ、嘘じゃないよね、みたいな感じで、まあ、格好つきで名乗ってるみたいなところはありますよね。まあ、ただ、あの、イエみたいにちゃんと調停にね、あの、申し込んで成績になった人っていうのは、 いいいるるるののののででで、まあ、その辺自称と正式の人が混在ししててんんややこしいっていうのはあるんですけどもねややただまあみんななりたがったとあの実際の支配とは違ってそういうなんかネーム割り欲しかったっていうのはすごく欲しかったみたいなんでね、まあ、江戸時代ですらね何のその権威もないのに欲しかったっていうぐらいなんでまあまあそういういつの時代もね男は見いっぱりーなところがあるのかもしれない <laughs> <laughs> ああと。 あの、これね、結構何も来てたんですけれども、篠のすさんが三成で出てきて、うん、で、それでお兄さんは、あの、勘九郎さんは伊田店でやってたよねって言ったら、うん、これトラッドボーイさんですか何を言ってるんですか桐生さん。中村勘九郎さんはどうする家康で、茶屋四郎二郎役じゃないですか<あ>おうすめですかクー <laughs> さんが誰かに似てると思ったのは茶屋四郎二郎でしょうって言って、で、これあのね、なんか松平二木さんとかひみこさんとか大勢の方が、茶屋四郎二郎ですよ、勘九郎さんはって言われて、<や>あ、そうだったと思って。<laughs> ごめんなさい。そう そう,そうだよ、そうだよ、と思って。なんかやっぱりね、<laughs> あ,のあの、そうそう、あのぶっといまつ毛のせいで忘れてましたが、そうだった、そうだったと思って。皆様どうもコメントありがとうございます。ついうっかりしておりました。ううん、で、しかもね、ここ、そのそ関連で、あの、オキザリスさんが、 お兄さんが茶屋四郎二郎で、弟さんが石田三成なので、ドラマの中で出会って、いや似てますなお互いって、親しくなったりしないかなっていうね、これはね、尺は難しいけど、ちょっとやってほしいよね。だって関ヶ原で会える可能性はあるし、で、まあ商人だからさ、出入りでね、大阪城とか伏見城とかね、いろいろ出入りできなくもないだろうから、なんかどっかで合わせて、 似てますななんか他人とは思えないとかでやってほしいよね。<laughs> ちょっとやってくれたら面白いなっていうのはありますよね。ちょっとこのね、置き去りしさんのが実現したら嬉しいなと思うので、うん、期待したいと思います。で、次がね、斉藤さんね、ということで、コメントありがとうございます。えっ、ー、とね、県地での年貢、つまり税金の割合ってどのくらいだったのでしょうか。当時は9割税金、現代は1割税金ぐらいのイメージがありますが、 ね、いやー、今、日本の税金高いから、多分当時と似たり寄ったりだとは思うんですけど、ただね、あの、これ、対抗検知の話の,あのコメントなので、対抗検知自体は3分の2がこうね、秀吉さんが持ってって、3分の1が農民です。なので、かなりの重税なんですよね。 でね、割とやっぱ戦国時代から江戸の初期ぐらいまでっていうのは、戦が多かったせいもあって、税率むっちゃ高いんですよ。で、まあ、もちろんね、国によって違うんですけど、まあ、6公市民ね、6割が持ってっちゃうとか、7公3民7割が持ってっちゃうっていうのが、まあ、普通で、ちょっとマシなところで5公5民ってね、半々ぐらいだったっていうふうに言われてて、なので、江戸時代の初期っていうのも、本当に6割、7割が税金っていうね、非常に高い税率だったんですよね。で、これが、あの、 五代将軍の綱吉の時にようやく思考六民っていうね、あの、ようやくその税金の方が安くなるっていうね、ことになったんで、なので元禄時代にこの農民に購買力がついて、で、それでいろんなこのものを買うようになったんで、消費文化が結構広まって、元禄文化っていうのが花開いたんだ、なんて言われてるので。なので、このちょうどどうする家康の頃の税率っていうのは非常に高いんですよね。うん でも今もなんか、4校6民、5校5吟民ぐらいなんじゃないのかっていう、こう、最近すごい増税増税なんでね、そんな風に言われたりもしてるので、まあまあ、江戸中期以降よりは、ひょっとしたら今の方が税金高いかもしれないけど、まあ戦国よりはマシかな、ぐらいですかね。じゃないとまたね、我々も買い物をしなくなってしまって、回らなくなるから、ちゃんとね、残るようにして、 しっかりこう、お金を回すということをさせないといけないですよね。 まあ、なんていうか、その、つなうしの時にすごく文化がね、あの、その庶民文化っていうのが広、あの、広まった、すごい花開いたっていうのも、庶民がね、お金持って、いろんなものを変えたりね、そういうのできるようになったっていうのは大きいんで、確かにね、あの、あんまりこう、庶民がお金持ってないと、その庶民文化、そういうものに使うお金っていうのはなくなるのはなくなるけどね。まあ、でも、あの、正直、何だったっけ、林先生が言ってたんだけど、890万以下の人は、正直税金取られてるとは言えなくて、 あのいわゆるその日本が国税として回しているのは890万以上の人の税金で回ってるんだっていうふうに言ってらしたのでまあ,あのうちらのような貧しい人間はあんまり税収に貢献はしてないのかなと思うんだけどね、まあ、もちろんねすごい取られてるっていう気持ちはあるんだけど税率的にはそんな890万も年収ないからそんなには取られてないのかと思ったりはしますね。 あと同じ税で、このマッシュマジマさんっていうのかな、うん、えー、キリュウさん質問です。年貢についてなんですけど、米を作る百姓以外の農民や町人は何を収めていたんですかっていうね。<ー>うん。うんうんうん。これ何だと思う野菜あとは、漁業の人はお魚とかはどうしてたんだろうかとかあ、現物で現物で収めてた <laughs> なんかもう、素養町の時代の話ですかみたいになってくる。<laughs> あの人たちも収めてたんだよね。<laughs> あのね、実はね、まあ今も昔も税金っていうのはね、うん、多種多様なんですよ。まあ上の人はね、うん、どうやって税取れるかね、うんうん、もういろいろ考えてるんだ非常にたくさんあるので、まあ、全部紹介するっていうのは難しいんで、とりあえずね、あの戦国時代にちょっと限って言うと、一番多かったのは、そのいわゆる年貢としてね、その米の取れ高性の、まあ神高性とか国高性とか、そのお金で払うか米で払うかは違うけど、うん、それ以外のね、 あの、ね、税金という形では、あの、胸ベチ線っていうのがあって、あの、これは、一個ずつ家にかかる税金。だから、人数が何人だろうが、老人しか一人しかいなかろうが、子沢山で働きても山ほどいようが、こう、一個の家でもう税金いくらみたいなね。そういう胸ベチ線っていうのもありました。これ割と一般的です。<ー>で、あとは、大商人に、 当時ね、お金持ちの大商人だけにかける、うと選っていうね。まあ、あの、これ、後に江戸時代には、名画金とか、雲上金っていうふうに名前は変わるんだけど、お金持ちのすごい商人には、特別に税金かけますよ、みたいなのもありました。 で、あと、あの、楽市楽座なんかで、その、信長さんが、その、えっ、ー、と、いわゆる税金かけずに市場を開いたっていうのでわかるように、市場線って言って、当時、市場では税金かかってたんですよ。それを、まあ、楽市にすることによって、市場で税金かからなくしたんで、大勢の商人が来て、物流が盛んになったっていう風なのがあるので、まあ、その、楽市やってないところは市場線っていう、市場で商売したらかかるっていう税金もありましたし、あとね、戦国の時代ってやっぱり国がたくさんある。 んで関所がそれぞれこう国境ごとに関所があってでまあ国の中にも関所がたくさんあって関所ごとにその運んでるその荷物によってこう馬が一頭だったらいくらとかなんかこのこういう2だだったら一ついくらみたいなそういうあの2だの量であの測るっていうまあそういう税金もありましたブーバーさんとか大和さんだったら大変だね 今の時代のそうだね。<laughs> だから今あの、ほら、あの、物流やってる人がさ、あの、<ー>高速道路でお金がね、<ー>払うのが大変で、<ー>みたいなのが、同じように、こう、赤書ごとにお金払わないかんから、大変で、みたいなのはあったんですよね。<ー>なので、結構ね、<ー>細かく税金たくさん取られてはいたんですね。なんかちょっと違うかもしれないんですけど、ど時代的に、京都とかは扉扉の、あれでやるからみんななんか細長い、 なんたら、うなぎの寝床なんの寝床うん、うん、なんか細いのは、ね、ううのあの、扉の広さゃ奥にどんどん長いんでしょみんな、家が。いろいろなパターンがあったわけだね。うん。 それはね、なんか、なんか、胸別線のパターンで、京都の場合は、その、一軒いくらっていうね、その、間口が広いほど金持ってるだろうっていうんで、間口で、間口が広い家は、あの、税金高いってしたんで、いやいや、うちはそんなに金持ちじゃありませんよっていうね。<laughs> まあ、なんか、上が税金いろいろ貸してくると、庶民もそれで対策するみたいなね、そういうので、ああいううなぎの、ね、どこができたんですけどね。うん、まあただね、江戸時代になると、そういうね、大きな屋敷で商売する商人とかじゃなくて、こう、ボテ 手振りとかさ、まあ、あの、いわゆるこう、こう、担いでどっか行って、<ー>まあ、それこそ魚屋さんとかね、うん、山屋さんとかそういうのいるじゃないですか、お店こうやってるんじゃないね。そういうちっちゃい、小飽きないやってる人とか、うん、あとはこう、長屋なんかでこう作って職人さんいるじゃないですか。その商品を大々的に売り出してる、その職人何も抱えてるじゃなくて、まあ、長屋で自分でこう、作っては、こう、請負い制でやるみたいな、そういう人たちは無税だったんです。税金なかったおー。 なのでね、結構ね、江戸時代、特に江戸の人たちって、あの、なんだろうね、ひじに稼ぎでいろんな商売できるんで、あのー、今でいうところの、なんだろうね、フリーターとかみたいな感じで、うん、ちょっと1日2日稼いで、うん、で、それで、まあ、ある程度まとまった金手に入ったらしばらく遊んで、まあ、で、それでお金なくなったらまだ、あのね、ちょっと、あの、仕事するか、みたいな感じの人は多かったんですよ。結局税金取られないから、うん、自分が食う分だけだったらそんなにいらないみたいなところで、うん、まあ、まあ、今も昔も税金って大変ねって感じなんですけど。<laughs> その税金は何で払ってたのって聞いてはるんじゃないだろう <laughs> あそうだからその米米でその払ってたのが年貢その石高制でまあでもそれも戦国によって神高制で銭で払うのもあったんだけど、まあ、江戸時代になると米で年貢払うでそれであとはその雲上金とか明賀金とかっていう形でお金で払うみたいにはなってたのね。 流通してるしてる、すごくしてる。あの、お金自体の流通は、もう戦国時代すごく流通してたんだけど、いわゆる勝手な支柱っていうね、勝手に作ったね、うん、その支柱線っていうのがあったんで、まあ今では偽金までいかないけど、ランクの落ちるお金が多いんで、割とまあ、なんていうか、偽、その偽金じゃないけど、悪性を捕まされて損するとか、そういうのもあるので、税金をその、なんていうのかな、銭でするっていうのは、ちょっとなんか難しいっていうんで家康が米にしたっていうのは、その辺なんですよね。あの、うんうん、貨幣の貯蔵して、お金を一定の、その、 ランクにして、自分が幕府がお金をどん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 あの鋳造できるようになってからじゃないと。税金もお金にするっていうのができないので、まあ、初期の頃米でやるっていうのを決めたのは、まあ、そういうあのお金を自分のその幕府として作れなかった。まだね。当初は作れなかったっていうのも大きかったみたいですね。そうそう,そう、兵局の人たちとか、今こんなにも素晴らしいものを作ってんだぞ。って昔の人に見せてあげたいだろうね。 <laughs> そう。だから、秀吉さんなんかも本当は、その銭でね、全部税収を集める方が簡単だし、うん、その方がいいんだけど、うん、やっぱりその、いわゆる貨幣の鋳造っていうね、まあ偽金もある中で、うん、あとその市中で勝手にやってるのを取り締まるとかも、そういういろんな問題がなかなか解決しなかったので、まあ最終的には諦めて、家イさんも諦めちゃって、国高制っていうのにしちゃった。なるほどね。じゃあ、江戸時代初期の、その、 それこそ、漁師さんとか野菜作ってる人とか商人さんとかもお米で払ってたのえ、だから漁師さんは、そのなんていうの、大々的な網元とかじゃなかったら無 で、あの、農民さんたちは税金取られる。だから農民さん貴族なのよ。うん、農民さんはどんなに貧しい農民さんも取られるのよ。ね、税金をね。だから、ただね、まあこれ戦国の頃もそうなんだけど、お金でね、取られるとか米で取られるとか別にしてもその税金取られないんだけど、そのちっちゃいね、職人さんとかそれから商人さんとか漁師さんとかそういうの取られないんだけど、労役って言って、労働力は提供性っていうのがあったんですよ。お城でちょっと石垣直すから来いとか、えー、あるいはなんかこの城ね、直すからとか、 あるいはなんかこう、こういう掘り作るからとか、まあそういうね、労役の分が大きくてで、それ免れるためにはその労役分の代わりの銭を払うみたいなのもあったので、それはもうどんなにちっちゃい漁師であろうが、職人であろうが一斉同じように課せられるので、まあだからそれは逃れられなかったので、今よりある意味そ、それを加味すると重税だったかもしれないですね。えー 今話を聞いて、じゃあみんなお米を作らなかったらいいのにと思ったんだけど、そっちがあるからなんだね。な、うん,なん,なんね。どっちにしても税金はそういう意味では取られるから、っていうことは大きいよね。なるほどね。 龍馬さんが、あの、私が、家康さんと三成が、あの、仲良しさんだって言ったね、話からなんですけど、ね、最近の新しい説では、実は、家康と三成の関係は良好で、敵対関係にはなかった。通説の大谷義継を関ヶ原に誘ったのは逆で、三成が義継に誘われるなどし、地理的にも西軍に着かないと危険ということで、やむを得ずだったとか。あと、三成は毛利に人質を取られてしまい、家康と戦うしかなかったとった。 そして、負けた三成は責任を取らされ、家康もやむを得ず三成を処刑したというのもあるみたいですね。個人的にはできれば、大河はこの新説を取り入れてほしいところですっていう、ね。あの、本当に最近いろんな説が出てきて、あの、大谷義継の方が三成をね、関ヶ原に誘ったんだっていうのは、ちょっと私知らなかったんですけど、あの、家康さん自体がね、三成がその責任を取らされて、こう、 首を切られることになったときに、その、惜しい男を殺してしまうことになった、その、殺したくなかった、みたいに言われてたとか、あと、あの、毛利の方がむしろね、積極的に家康さんと戦う気で、まあ、三つ成はちょっと事務処理能力にも長けてたので、まあ、巻き込まれただけだ、みたいな説は最近出てきてたりもするんでね。だから今回、どういう風な説になるのか、ちょっと楽しみなところではありますよね。で、まあそれとの関係なんですけれども、 ヨッシー998373で、えー、徳川と割と仲が良かった説の根拠として、子孫に寛容だった点が挙げられていますね、えー。確か後に東北の方で活躍してたはずっていうことで、あの、確かにそうで、あの、家康さんは三成自身は捕まえて首を切っちゃったんですが、三成の,の子供たちって三男三女、六人いるんですけど、全員ちゃんと生きてるんですよね。<ー>その三成が処刑された後も。 長男の石田茂家っていうのは、父親がさ、沢山城に隠居させられるっていう、あの、石田三成襲撃事件っていうのがあった後、こう、家康さんが中間に入って、沢山城で引退させられるっていうなった後に、まあ、代わりに、お父さんの代わりに秀頼に仕えてで、この時結構家康さんにも可愛がられてるんですよ。うん、で、うん、なので、まあ、当然、関ヶ原の時も、命取られることなく、命をね、救われて、まあ、後に仏門に入ってるんですよね。なんか、お坊さんとしてちゃんと生きてるし、で、 その多分あの。 コメントでね、言われてたのは、この次男のね、茂成っていう人だと思うんですけど、この人は関ヶ原の後、あの、一緒に戦ったんで、あの、津軽信武っていう人にかくまわれて、で、この津軽信武っていう人に連れられて、で、この人が、まあ、後に、あの、広前藩の家老になる人なんで、で、そのまま、広前藩にこう、かくまわれて、広前藩で仕えたんだっていうね、あの、東北の方で、なんか、生き残ってるっていうのは多分この形だと思うんですけど、まあ、ただね、あの、石田っていう名前はそのまま使えなくて、杉山という風に改に、 でね三男の佐吉は関ヶ原の後やっぱ沢山城であの戦ったもんだから三成のまあそのお父さんとかお兄さんとかまあその兄弟とかとはまあ自分たちは腹を切るから代わりに三成の息子を助けてくれっていうことでまあ佐吉さんっていうのは助けられて。 で、まあ、この人も高野山で出家して、お坊さんになって生きながらえている人なんですよね。だから、三人とも別に生き残って処刑されたりはしてないんですよね。で、娘さんの方は、関ヶ原の戦いの時には、二人はね、上の二人はもうすでに結婚してたんですよ。で、長女はね、えー、と山田勝茂って言って、あの、三成の家臣の、 子供で,で、しかも、家康さんの側室のさ、あの、チャードつぼねっていうのがいるんですけど、この甥いっ子なんですよ。うん、だから家康さんともちょっと関係のある人に嫁いでて、で、この山田、勝茂ね、あの、いわゆるその、長女が嫁いだ旦那さんね、旦那さんっていうのが家康さんの六男の松平忠てるっていうのに使えてるんですよ。だからまあその、 奥さんも、三谷の娘さんも一緒にその松平忠てるのね、元に行ったんだけど、ただ、この松平忠てるが家康の死後、秀忠の時にお家が取り潰しになっちゃったんで、一緒にこの浪人しちゃうっていうことで、まあちょっとね、あの浪人しちゃうんだけども、後にその次男の、 あの、広崎に、広崎派の過労のね、なった人に囲まれた人のつてで、この旦那さんも広崎藩士になったんで、まあ、この長女さんも広崎に行くっていうね、まあ、そういう感じではあるんですよねで。ちなみにね、お家取り潰されちゃった松平忠っていうのは、伊達正宗の娘さんのいろは姫の旦那さんっていうね、<laughs> いい関係でもあるのはあるんですよね。え三成の次女はね、えっ、ー、とね、岡半兵。 っていうね、岡茂正っていう人に嫁ぐんだけど、この人が面白くて、この岡半兵衛と結婚した次女のこの孫娘、ね、この人の孫娘が、後に三代将軍になる家光の側室になったおふりの方なんですよ。 で、しかもこのおふりの方の産んだ千代姫っていうのが、終わりの二代藩主の徳川光友つぐっていう、あの、初音の長度の時に紹介した、あの、初音の長度を持ってった千代姫っていうのが、を産んだのが、なんと、その三成の次女の孫娘なんだよ。というすごい関係になってるんですよね。なので、なんと、この三成の地っていうのは、その娘さんの方の地だけど、 家康さんのその、徳川の地の、あの、いわゆるね、御三家の方ではあるけど、徳川の方の地に流れ流れて、家光の娘としてね、そういう風になっていくっていうね、面白い関係ではあるんですよね。だから、実は、石田三成の地は、家光の娘に受け継がれてる。千代姫に受け継がれてたりするんですよね。今の説明で最後のことだけが分かりました。クー <laughs> <laughs> さんもそうだよね、きっと。同じく。<laughs> そうなんだって、いろいろな名前出てきたけど、最後のだけ、あ、三成さんのところにね、そうそうそう。まあだから、三成の、三成の娘の孫が、家光と結婚したの。ね、家光さん、そこそこが家光さんのとこ行ったか、そこがそう繋がったっていうこと。そで、その娘がいるから、つ繋がってるんだよってことですね。で、まあ残る最後のね、三女は、なんとこの人はね、あの、おねね、ねねさん。 ヒルさんのあの、北の真んところの、うん、あのねねさんの幼女になるんですよ。うんそう で、しかも、後に、そのさっき言ってた、こう、関係の深い広崎藩の二代目藩主になる、津軽信平と結婚して、後にね、この夫の津軽信平に、家康がね、養女を奥さんとして送りつけたんで、この辰姫の方は、即室に格下げになっちゃうんですよ。最初は制裁として嫁いだのに、結局家康の娘が嫁いできたからって言って、即日になるんだけど、津軽信平の方は辰姫の方が好きだって言って、辰姫さんとずっと仲良い で長男を産んだりしてるんですよねだからこの三女は結構幸せだったんじゃないかなと思うんですよね なので、割と石田三成の、その、まあ、息子たちはね、出家したり、それからちょっとこう、かくまわれて北の方にね、名前変えたりしなきゃいけなかったんだけど、三人の娘さんたちはね、割と幸せに暮らしてたんじゃないのかな、と思えるんですよね。まあ、長女はちょっとね、波乱はあったけれども、最終的に晩年は全員ね、幸せだったんじゃないのかな、と思える、あの、人生過ごしているので、まあ、なので、その、そういう人たちを殺さなかったっていう点でも、まあ、家康は三成をそこまで、ものすごく憎んでたわけではなかった。うんうん 今のいろいろ聞いて、二人はそこまで仲悪くなかったっていうのも分かったのと、あとはこれをあと三回見直さないと理解ができないっていうことも分かります。三 <laughs> <laughs> 回で分かるかななんか紙にずっと書かないかない あとね、あの、これは絵本の音楽読み聞かせさんっていう方からなんですけど、<laughs> あの、まあ、三つ成が大名たちに嫌われていたのはそうだと思いますが、部下からは慕われていたという説があります。部下から嫌われた人は何をやってもうまくいかないものですが、三つ成は仕事が優秀でした。また、えー、関ヶ原では選挙が不利になると、他の大名の部下はどんどん逃げ出したのに、三つ成の部下は逃げ出すものは少なかったと読んだことがあります。私はこれを信じています。結構 いいやつだけど不器用な人なんだっていうねまあ三成ファンの方だと思うんですがからのまああのコメントありがとうございましたこれはねでもあの私も多分そうだと思ってあの三成って結構ねあのガモオジサトの毒殺したんじゃないかっていうそのそういうね悪評があったとか言うんだけど実はガモオジサトが死んだ後その家臣たちの再就職先斡旋したりあと自分でねそのどこにも生きてのない人をこう家臣にしたりとかってして、うん、でそうやってこう抱えられた人が 関ヶ原で三成の元で戦って討ち死にしたりとかしてるんですよね。で、あとあの、秀次事件でも、秀次事件の時にね、残言したんだとかっていう悪評があったんだけど、あの、その秀次の後に行く、行くね、亡くなっちゃった前の兵庫とかそういう人を自分が家臣にして、で、その人たちもやっぱ関ヶ原で三成の元で討ち死にしてたりするのでね。なので、なんかこう、まあ、そういう、あの、うちだと殺したんだとか、秀次残言したんだとかっていうのは、やっぱそれに見ても嘘なんじゃないかなとも思うし、で その後結構面倒見よく、そういう人たちをね、自分の家臣にして面倒見て、でその人たちが、あやっぱりあの裏切ろうみたいなことを一切してないっていう意味では、あの、すごくなんか仲良くなって三成さん、こういう人なんだっていうのが分かるといい人だったんじゃないかなとは思うんですよね。 ただこう、お互いになんか切磋琢磨してライバル同士になってると嫌なやつとかね、いう感じにはなるのかもしれないですけどね。まあだからその立場によっていろいろ人っていうのは変わるのでね、あの、そういう家臣には慕われてたっていうのは本当かなと思ったりもします。ありがとうございます。私も結構三大好きなので。はい。なのでね、えー、ご意見納得です。 リリオさん、声が枯れてきてる。そう、枯れてきる。あ、うん、あと、なんか、最後に、あの、一つだけ、あの、三国十三さんっていう方がさ、<laughs> なんか、この人、空さんファンらしくてさ、そう、あの、なんか、空さんのやつをさ、私がさあの、ズバッとそうじゃないみたいに一刀両断して悲しいから、空さんに、あの、優しくしてあげてくださいっていうね、コメントをいただいたので、あの、三国十三さん、すいません。あの、ただ、私別に空さんに、なんていうかこう、冷たくして、あの、一刀両断とかやってるわけじゃなくて、<laughs> 結構 私、わがままなので、あの、もう絶対ね、仲良くして、今、付き合いが長くて、もう私が何言っても怒らないよって、何でも許してくれるよっていう、うね、人には、もうズバズバ言いたいことってね、そういうふうに言うので、空さんは、あの、私のわがままを全部受け入れて、全然怒らない、いい人なんだよってことがね、多分、まあ、あの、三国十三さんはそれが分かったんでね、そんないい人にそんなね、あの、文句言ったり冷たくするなんてひどいよ、桐生さんって思ったんだと思いますけれども、え、おっしゃる通り、私がわがまま、 のままで空さんがそれをまあいつも許してくれてるいい人ってことなので、はい、そう思って見ていただけるとありがたいと思いますね。なんかそそんなことあったっけ？で、あ、そうあとクさんは記憶力がゼロなので、あの何を言っても忘れてくれるので絶対怒らないいい人なんですよ。<laughs> だってキリュウさんがリ、ね、キリュウさんが怒ることってさ、私が全く興味ないことを知らんっていうので怒るからなんからどうでもいい。 <laughs> そう。空さんはどうでもいいことには、すべて忘れるという才能を発揮する人なので。うん。なので私が起こったことも多分忘れてると思うので。あ、なので私はあの結構平気できついことをバンバン言っているわけなので、あの、空さんがこの後傷ついてるのをフォローしてるとかも一切なく、私はバンバン常に言って空さんはすっかーっと全部ね、流して忘れてるという関係性でございますので、あの、これからもなんかね、バシバシ文句言うと思うんですけれども、三国十三さん、そういうことなので許してください。<laughs> 私、私の方は桐生さんにきついと思われてるかなと思って。なんかでも、コメントでは。うざ,いとかうざいとか、うざいとか。 貧乏人とか言うやん。<laughs> いや、でもあのほら、空さんの言うのは事実だからね。あの、事実を怒ったりはしません。はい。人は自分が認めたくない事実を言われて起こるもので、私は別にあの貧乏人って言ったら貧乏だし、うざいのもまあ自覚あるから全然その通りだしと思うので、あのなんだろう、私が認めたくない自身の真実みたいなものを言ってきたら怒るかもしれないけど、まあそこは言われたことないんで、あんまり怒らないよね。 性格否定されたら怒り。<laughs> え、性格否定されたことあったっけだって、うざいってそうじゃないうざいのは性格じゃないもの。あの、そういう、なんていうか、性質だから、いわゆるこう、自分の内部ではなく、その、付随するものだから、こう、なんていうか、私の言いたい、言いたいっていう、その、熱い思いがうざく感じるんだな、うふって思うだけ。<laughs> まあ、結果的にどっちもそんな気にしてないと。そう。なので、あの、すいません。ただ、まあ、あの、いやの、あんまりきつすぎてね、あの、コメントいただいたらちょっと注意しようかなと一週間ぐらい思うので、よろしくお願いします。<laughs> ということで、皆さん本当に今回もコメントありがとうございました。えー、このね、コーナーは皆様のコメントがあって成り立っておりますので、これからもどんどん、そういうね、もう本当になんかね、こういう感想でも全然いいんでね、クーさんに冷たいとかね、キリュウさんにもっと優しくしてあげてくれ、クーさんっていうのでも OK なので、<laughs> はい。で、まあ、ラット ちゃん、いつも大変ね、でもいいのね。<laughs> あ、そういうのね、おめでとそう、二人に巻き込まれて本当にすみません。<laughs> あの。そういう感じでも全然オッケーですので、たくさんのコメントよろしくお願いします。お待ちしております。では、また、今日これにて一件落着。ええと、ラットちゃんの今日のピアスはなあに。名前、名前にしてるけど、今回は。 今回は一個だけなんですけど、これはね、リメイクしました。リメイク。リメイクしたんだけど、あ、見えるかなだるまうんとね、これはね、じゃっゃじゃー,ーん。ああえ、作ったのそれを。うん石川県のキャラクターで、うん、百万さん。 ええー、かわいい !6 つ <laughs> この子がめっちゃかわいくて、100万さんのファンで、うん、えっと、これ、キーフォルダーみたいなのをもらったんですけど、キーフォルダーってあんま使わないから、せっかくなので、上にこういうのをつけて、ピアスにしてみました。百100万さん。100万さんはね、かが8万起き上がりとかいう人形をメインにして、 これ自体はぬいぐるみなんだけど、百万さんで調べてみたらめっちゃ豪華なんですよ。鏡のなんかでできてたりとかして、えー、すごい豪華なものがそのまま今ぬいぐるみになってて、なんか幸せを呼びそうでしょそれでなんかお金が溜まりそうでしょなんか金箔とか貼られてる感じ。確かになんかあの、0百万石って金持ち班だもんね。でね <laughs> それのピアスでございます。<laughs> ね、なので時々これは使ったりしてますが、 今回ね、このピアスコーナーができたので、それまではつけないでおこうとずっと我慢しておりました。そうだった。やっとつけれます。なんかでもかわいい。100万さん、100万さんちょっと見てくださいね。検索してあり100万さんね、いろんなところに出てきてるから。めっちゃかわいいな私も欲しいな、100万さん。買おうかないいよ、100万さん。みんなで石川県行けばいい。みんなで石川県行こばうん。で、このザクトとか食べよう。 金箔ソフトはい、<laughs> ソフトはいらないけど。だってあれなんか、くっつくだけでさ、<laughs> うん、なんかあの、味に何の変化もないもん。そう、<箔>何の変化もない。なんか、うちの娘も食べたいって言うから食べたけど、普通のソフトクリームだって、ね。そう。そ別になんか、味が美味しくなるわけでも、<laughs> なんかその、味が変わるわけでもなくだから、いや、別に私は金箔はなくていいと思った。<laughs> なので、こんな石川県、うちらに何の関係もないのにびっくりしていや、でも、石川県って言ったらさ、やっぱりあの、前田百万石だしさ、やっぱり、で、おまけにさ、いろ、いろいろあるよ、石川県は。石川県はいろいろあるよ。なんか、いろいろありそうな気がする。歴史的にもいろいろあると思う。石川県はね。観光資がブンブンする。そう、いろいろあるよね。うん。なので、皆さんで、金沢なり、いろんなところ行ってみましょう。 うん、でもなんかその、うん、あの、ご当地キャラ可愛いですね。うん、なんか皆さんももし,しおすすめのご当地キャラだったら、こ <laughs> れ可愛いとかってコメントもらえたら、ちょっと見に行こうと思うので、よろしくお願いします,いいす。よろしくお願いします。知らなかった、すごい可愛い。なんかだんだん。 なんだ、スケールが大きくなっていく。そのうちなんか、あの、ご当地キャラ紹介コーナーになった <laughs> あ楽しいかも、それも。<laughs> でも、確かにそういうのもやっていきたいかもしれない。可愛い,いね。なんか、かわいいの紹介したいよね。ええ、すごいかわいいですね。うんうん